はい、タコです。今回はですね、お金で成功するために最初に必要なことという話をしていきたいなと思います。まあ、今回は結論から言いますね。はい、認知してもらうことということで、まあ、分かりやすく言うと知ってもらうことということになります。で、なぜ認知してもらうことが重要なのかっていうと、お金で成功するためっていうことで、お金をまあ受け取るということになるわけなんですけれども、より多くのお金を受け取るためには、より多くのお客様に知っていただく必要がありますよね。どれだけあなたが素晴らしい商品サービスを持っていたとしても、その商品サービスを知らない、もしくはあなた自身を知らないということであれば、どんなにいい商品、どんなにいいサービスも、買ってもらうという行動に移してもらえないわけですよね。要するにお金が発生しないということになるわけです。ですから、どんなにいい商品、どんなにいいサービスを持っていたとしても、まず知ってもらわなければ、ね、そもそも買ってもらうことができない。買ってもらわなければ、お金を受け取ることができないので、お金に成功することっていうのはまずできないということなんですよ。ですから一番最初に重要なことっていうのは認知してもらうことということになります。まあ、集客ということになるわけなんですけど、じゃあこの集客をね、どういうふうにやっていくのかということを考えたときに、ね、有料の集客と無料の集客、この2つがあるわけですよね。はい、有料と無料の集客方法があるということなんですけど、それぞれちょっと今パッと思いつく限りのことを書いていきたいと思います。はい、分かりやすく簡単にね、有料と無料ということで分けてみました。で、まあ、有料というのは、まあ、テレビ CM を使う。一番大きな媒体で言ったら、まあ、テレビ CM を使うということだと思うんですけど、まあ、続いてラジオでね、宣伝してもらうとか、まあ、あとは新聞を使って広告を出すとか、あとは手配りでチラシを巻くとかね。まあ、あとインターネットを使う広告としては、まあ、有料ということで、まあ、例えば Facebook で広告を貼るとか、あとはね、たくさんの視聴者がいる方にオファーをかけて、その人にのチャンネルで自分の商品を紹介してもらうとか、そういった方法もまあ、ネットでもあるんですけど、一番わかりやすく、まあ、こういった形にしています。で、無料の方で言ったら、今だったら YouTube だったり Facebook だったり Instagram だったり TikTok だったり Twitter、ブログという形でたくさんの、ね、集客できるサービスっていうのはあるわけです。で、あなたがビジネスをする際にまずどっちを使いたいのかっていうのをはっきりさせる必要があるんですよね。私はもうたくさん資金があって、もう溢れるばかりの、ね、お金を持っていますと、ね。ですから、もういきなり有料広告で行くんだということであれば、まあ、この私の話を聞く必要はないと思うんですよ。ね、ただ、やっぱりほぼ無料で、なるべく経費をかけずに集客をしていきたいというふうに考えている場合は、もうこちら側一択ということになるんですね。もうこっち一択になるんですよ。で、まあ、有料広告を打つ場合っていうのは、まあ、バケツがありますよね。で、バケツの中に水を入れた時に、そこがね、抜けてしまっている状態だと水が下に抜けてしまいますよね。それと同じように、ね、しっかりと、ね、無料の状態でどれぐらい集客ができて、ね、その集客した見込み客の方にどれぐらいの成約率で買ってもらえるのかという、ね、数字がちゃんと出ていないと、ね、バケツの底に穴が開いている状態になってしまうので、ちゃんとバケツの底に蓋をするという意味でも、無料の状態で、ね、AB テストっていうのをやっていくわけです。やっていくわけですね。まあ、A と B っていうのを試して、まあ、どっちの方が効果があるのかっていうのをどんどん試していくということなんですよ。で、無料である程度、まあ、この100人の見込み客の方に対して何パーセント商品が売れるということが科学的に分かってきた段階で有料の広告を入れるっていうのが、まあ、王道のパターンですよね。ですから本当に固くいきたい、ビジネスとしてしっかりやっていきたいという場合は、無料でどれだけテストしていけるっていうことをね、試すのかっていうことが大事になってきます。で、ここで成果が出たら有料っていう風に移っていくっていうのが王道なんですよ。だからいきなりこっちをやりますっていうんだと、ギャンブルなんですよね。当たるか外れるかがわからないものに対して大量のお金をつぎ込んでいくっていうのは、はっきり言ってギャンブルなんですよ。ね、だからそういうもう本当に勝ちか負けか、ね、それもしかも勝率が全くわからないような勝負をしたいということであれば、こちらがですね、有料広告をいきなりするということで構わないんですけど、ビジネスっていうのはやっぱりね、勝つべくして勝っていかなきゃいけないということを考えたときに、やっぱり、ね、無料でどれだけ、ね、集客っていうのを試していけるかっていうのはね、今の時代本当にたくさん媒体がありますよ。昔だったらね、本当に勝つか負けるかわからない勝負に、もう本当に一攫千金をかけて、ね、自分の全資金を投入するという形で、本当に博打みたいなことをやらなければ、ね、勝てないという時代でしたけれども、今は自分で無料で、ね、どういうものが受けて、どういうものが受けないと、ね、どういうものが集客できて、どういうものが集客できないというのを無料で試すことができるという素晴らしい時代に来てるんですね。
ですから、まず、ね、お金で成功するために最初に必要なことっていうのは、認知してもらうことであり、そして、認知してもらうということは集客っていうことなわけですから、その集客をする媒体として、有料の媒体を使うのか、無料の媒体を使うのかっていうのをはっきりさせる必要があるということですね。で、私はもうずっと無料の媒体を使っていると。ね、集客にもうほとんどお金かけてないです。0円ですね。かけてるとすれば、メルマガスタンドに、まあ、月3000数百円のお金を払っているぐらいのもので、ほとんどね、無料でやってます。ね、無料でやっているけれども、ここから上がっている利益っていうのはもう3000万円を超えてくるというような利益が上がってきてるんですね。ほぼ利益です。もう 99.何%かもう利益ということになるわけなんですね。ですから、この無料でどれだけできるかっていうことがすごく大事になってくるということです。で、ものすごく大事なことをお話しします。まあ、富士山っていう山がありますよね。で、富士山っていう山がありますとしたときに、この富士山が富士山であるというふうに認知されるためには、富士山のこの大きさがなかったら認知されないわけですよ。で、もともと富士山って何だったのかって言ったら、砂とか、ね、土とか、石ころですよね。こういう状態からスタートしてるわけです。で、この状態だったら誰にも認知してもらえなかったわけですよ。こういった大きな山になったから、こう存在が大きくなったから、ああ、あの山ってすごい大きいな、なんて山なんだろうということで、あれ富士山っていう山なんだっていう認知につながったわけですよね。ですから、最初のこういう状態ですよね。砂とか土の本当にね、もう地面と一体化しているような状態の時っていうのは、誰もこれが富士山だっていうことに気づかないわけですよ。ですから、みんないきなりここを狙おうとするんですよね。いきなりなんかこう富士山みたいな注目度をね、もう短時間で浴びたいというふうに思っちゃうんですけど、これ幻想なわけですよ。ね、富士山がこの大きさになるためには、ものすごい時間をかけてこの大きさになってるわけですよね。ですから、この集客っていうことを考えたときにも、やっぱりこの積み上げっていうのが大事なんです。ね、小さな石とか土の積み上げをどれだけやれたかっていうことなんですよね。だから、この砂1個作っただけで、私は頑張りました。で、これを富士山というふうに呼んでくださいと、言ったとしても、誰も見向きもしてくれないわけですよ。ですから、例えば、まあ、YouTube だったり、Facebook だったり、インスタだったり、TikTok、Twitter、ブログっていうものをね、使って、あなたが集客をしようと思った時に、まあ、1記事上げました。ね、10記事上げました。これで全然結果が出ないんですと言ってるのは、つまりは、このね、土とかをこのぐらい積み上げて富士山って呼んでくださいと、脚光を浴びたいんですって言ってるようなもんなんですよ。ね。ですから、無料の媒体っていうのはお金がかからないわけですから、リスクがないんですよ。ゼロですよね、リスク。かけるものとしたら時間と労力なんですけど、それもかけられないっていうことだったら、お金かけてくださいっていう話になるので、どっちかをかけるしかないんですね。お金を大量にかけるか、それとも時間を使うか、どちらかしかも選べないんです。どっちも取るってことは絶対にできないんですよ。そうしたときにお金がないと、お金かけられないと、ね、ビジネスをギャンブルにしたくない、絶対こっちなんだって決めたからには、こっちでもうね、もう地に足をつけてやっていくしかないんですよ。コツ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 コンテンツを積み上げていくしかないんですね。で、もちろんそのね、この積み上げるのにも、ね、一個ずつ手で積み上げていくのか、それともね、ブルドーザーか何か機械を使って高速で積み上げていくのかっていうのは、ノウハウを使うか使わないか、まあ自分でやるか、ある程度のノウハウを学んで、スキルとか技能を学んでやるのかによって、その速度は変わりますけど、この山を作るっていうことに関して言うと変わらないんですよ。ね。この脚光を浴びる状態を作るっていうことに関しては、この結果ですよね。富士山っていう山っていうふうに認識してもらうようになるためには、ね、必ず通らなきゃいけない道なんですね。ここを飛び越えていきなり山を作るっていうのは無理なんですよ。その方法を、まあ、手で一個ずつ積み上げていくのか、ね、ブルドーザーとか、なんかいろんなね、機械を使って早く積み上げていくのかの違いなんですけど、必ず時間と労力っていうのは使わなきゃいけないということですよね。まあ、最初から話してますけど、お金はじゃあ誰が持ってきてくれるんですか、誰が自分のところに運んできてくれるんですかって言ったら人なわけです。ね。何か空からお金が降ってくるわけじゃないですよね。誰かしらがね、あなたのところにお金を持ってきてくれる、運んできてくれるわけです。ね。で、そうした時に自分を知ってもらわなかったら、お金をね、運んできてくださる人にも会えないわけですから、ここはもうしっかりとやっていく必要があると、ね、いうことですよね。で、まあ私もこれ始めた時の話なんですけど、まあ YouTube 始めましたってなった時に、ね、もうやってみろというふうに言われたわけです。
ね、いや今 YouTube で情報発信して、ね、お金になっている人たちがいるからそれと同じようにやってみろっていうふうに言われたんですけど、私はすぐ始めたんですよね。あ、そうなんだということで、あ、ちょっとめんどくさいなとかっていうことを一切考えずに、あ、やればいいんですねということで、あ、わかりました、やりますということで上げ続けていったんですよ。で、やっぱり最初はね、アクセスもそうは上がらなかったんですよね。もう1回再生とか2回再生とかぐらいの感覚だったんですけど、私はすぐに結果を求めなかったんですよ。とにかく毎日毎日コンテンツを上げ続けるっていうのを目的にしてやっていました。ついついこれをすぐにね、求めてしまうので、ね、この段階の時にやっぱりここと比較しちゃって挫折するんですよ。ああ、自分のコンテンツまだこんだけしかないと。ね、で、こっちはね、1万再生とか、ね、10万再生とかされてるのに、ね、自分のコンテンツは1再生とか、ね、多くても10再生しかされてないということで諦めちゃうんですけど、ね、ここをね、もちろん目的にはするんですよ、ね。ここをもちろんクリアしていくっていうふうに、ね、思ってはいるんですけれども、ね、ここにいる時っていうのは、ね、見なきゃいけないポイントっていうのはもちろんここも見るんですけど、コツコツと続けると、ここをもう最低限、一番も大事にしていくということです。ここも見るんですよ。ここも見るんだけれども、ここと必ず比較して挫折しちゃうぐらいだったら、もうここ見なくてもいいですと。ね、何を見るかって言ったら、もうここを一番重要視するっていうことですよね。コツコツと毎日続けるということを目的にするんです。そうすると、常に視点の全てがこっちに行ってしまうと、ね、自分は全然ダメだっていうことでつまらなくなっちゃうんですよ。作業そのものをコツコツと続けるっていうことができなくなっちゃうんですね。あ、つまらないな、全然再生数上がらないし、やってること今あるのかなっていう思考になっちゃうので、そうするともともとね、最低限やらなきゃいけないことができなくなっちゃうんです。ね、集客ができなくてお金も引き寄せられないということになるので、目的はね、もちろんここに持ってるんですけど、ね、日々焦点を当てるところっていうのはこっちなんです。毎日コツコツと続けるとか、ね、週に何回かは絶対にコツコツと続けていくと。で、徐々に徐々にこの堆積したね、石とか砂が、こう富士山っていうような形になっていくような形にしていくと、ね、大きくなれば誰の目にも止まるわけですよ。ね、堆積させていった土が、ね、人の目に触れるようなレベルまで大きくなっていけば、ね、当然ですけど、ね、自分からアピールしなくても、あ、あの山すごい大きいなっていうことで、人々がね、注目してくれるわけですよ。勝手にね。こういう状態を作るためには、一番大事にしなきゃいけないのはここです。コツコツと続けるということです。まあ、要するに YouTube だったり他のね、コンテンツっていうのをどん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 作っていって、ね、100動画、200動画、300動画、1000動画っていう形で、どん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 アップし続けていくと。ね、1日1本ね、コンテンツを上げただけでも、年間で365本のコンテンツができるわけです。それを2年続けたら、ね、もう700本超えるっていうことですよね。3年続けたらもう1000本超えていくんですよ。ね、そういうことを考えたら、ね、3年で1000本のコンテンツが作れたら、それでね、富士山が作れるんだったら、十分ね、費用対効果ありますよね。うん、で、まあ、私の場合はね、こんな富士山なんて作らなくてもお金は引き寄せることができました。ね、本当にやり方によるということなんですけれども、そんなにね、もうこのぐらいの山でも、全然ね、お金を収益化するってことができるんですよ。ここをね、目指さなきゃいけないってみんな思うかもしれないです。まあ YouTuber だったら、まあヒカキンさん目指せとかね、そういうふうに思うかもしれないですけど、全然ね、こんな大きな山作らなくても、十分お金をね、手にすることってのはできるんですよ。うん。それはもう考え方だったり、やり方っていうことにはなってくるんですけど、まあ別に見込み客の方が100人でもね、商品を買っていただくことができますし、ヒカキンさんみたいに何百万人っていうね、まあチャンネル登録者数がいますと、それじゃないと収益化できないかっていうと、そうじゃないんですよ。ね、もし仮に100人でも200人でも、ね、見てくださる方がいるんであれば、そこから商品を販売していったりとか、ね、サービスを提供していく、そしてお金をね、いただくということはできますから、何もね、すごい大きな山ばっかりを作ろうっていうふうに思わなくてもいいんです。ね、あなたなりに、ね、できる、発信できる内容っていうのをコツコツとにかく続けると、ね、いうことをやっていただくと。ね、そしてもっともっと時間を短縮したいということであれば、もちろんそれなりにノウハウだったりとか、ね、まあ、教えてもらうということが必要になると思いますけど、それでもね、毎日続けていくということがすごく大事です。続けていったら何が必要かっていうのは後で見えてきますから、自分自身でやってみて、いざやったらどういうものかっていうのを体験することによって、あ、これが必要だな、あれが必要だなっていうことが勝手に見えてきますから、まずは始めてみることです。そして始めたのであれば、定期的にコツコツとちゃんと投稿していくということを癖づける。これがまず第一番ですね。ですから、これからまあビジネスで成功するっていうふうになった場合、
はですね、必ず認知してもらうってことは絶対外せません。これからというよりもね、昔からそうですけど、ね、自分のお店を知ってもらう、自分という人間を知ってもらう、ね、これは必ず必要ですから。ですから、今回話した内容をね、ぜひ、いうふうに落としていただいて、あなたは実際にじゃあ、ね、お金を手に入れたいということであれば、まず認知してもらうことが重要だと。認知ということは集客するということなんだと。で、集客の媒体として、有料の媒体、無料の媒体、どっちを使うのかと。で、無料にするんだったら、それなりの時間と労力だったりっていうのは必要になるんですけど、ね、その中でしっかりと AB テストをやっていって、ね、ある程度の集客ができて、そして、まあ、販売するということを繰り返していけば、ある程度科学的に、ね、数字っていうのが出ますから、その段階で有料に移っていくと、ね、規模をどんどん大きくしていくという流れになっていきます。で、まあ、最初は小さいね、砂とかの積み上げなんですけど、これがいずれ大きな山になっていく。ね、で、別に富士山みたいなすごい大きな山を目指さなくても、このぐらいの山だったとしても、十分に、ね、お金に変えていくことはできるということになりますから、とにかく毎日コツコツと続けてみるということをまずやってみてください。はい、今回の話がですね、あなたにとって少しでも何かのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。動画の下にですね、LINE アットのご登録フォームがありますので、そちらをご登録いただくと、特典動画教材をプレゼントさせていただいております。今回のような動画の新着情報っていうのをお届けできますので、ぜひこの機会にご登録ください。またメルマガのご登録も動画の下記にありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、あなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。あなたの成功を心からお祈りしております。それではまた。